皆さんこんにちは。僕はですね、中国の天津という町に来ております。天丼の天に三重県の津の津って書いてね、天津って読むんですけども、天津に今北京から到着したところです。今回なんですが、天津から日本に帰国します。はい、そのため今回天津の方まで来たわけなんですけども、今から地下鉄2号線を使いまして、この天津駅から天津空港に向かい、天津から今回日本航空 JAL 使って日本に帰国します。まあ、この天津というのは北京からね、大体120キロぐらいしか離れてなくて、国際線そんなに発達してないんですよ。もう高速鉄道で30分とかで北京に行けちゃうので、基本的に天津に住んでる方、国際線利用するんだったら北京の方まで移動して、そこから飛行機って感じになるんだけども、今回はこの天津空港に、数少ない国際線のうちに日本航空が実は就航していて、行き先東京大阪ではありません、名古屋なんですよね。中部国際空港セントレア行きの日本航空840便使いまして今回帰国します。この便ね、前から乗りたいなと思ってて、今のところ多分 YouTube に上げてる人いないんですよね。実は天津線に関しては日本航空 ANA は就航しません。 JAL のみ就航していて、セントレアしか便がありません。東京大阪便は存在しないんですよ。天津名古屋、これ気になりますよね。今回こちらの路線使いまして帰国するんで、よろしくお願いします。天津駅前の広場なんだけど、すげー切りかかっててね、めちゃくちゃもやってます。空気そんな悪いなとはあんま感じないですけども、これぐらいだったらね、空気が悪いというか、もう霧だよね多分、の関係で、もしこれ全部大気汚染だったらちょっと大変なことになるからね、さすがにそれは、大気汚染、中国に関しては日本と比べるとかなり深刻なわけですけども、さすがにって感じ。ちなみに天津は人口はね1400万人弱いて、かなり多く見えるんですけども、中国の中ではそこまでねめちゃくちゃいるってわけではないですよね。中国人口多いんで、もともとがね1400万人の天津から日本に帰国します。てなわけで、まず天津空港に向かうんですが、車やバスでも行けると思うんですけども、今回は単純に地下鉄使いましょうか。今出発2時間半前なんですけど、この天津駅から天津空港までは地下鉄で乗り換えなし行くことできます。地下鉄2号線だったかな、それでだいたい30分ぐらいで行けるみたいなんで、地下鉄で行きましょう。はい、ということで、平日なんでそこまで人も多くないですね、駅前広場。初めて来た街なんで、ゆっくり観光していきたいところではあるんですが、時間もないし、今回24時間トランジットビザ免除措置で入国してるんで、もう今日中に出ないと、あとはややこしいことになるんですよね。あれ、これ合ってる、こっちで合ってるわ。地下鉄、中国のね、こういった主要駅の駅ってほんとでかいのよ。めちゃくちゃ大きいんで迷うんすよね。地鉄メトロの方に進んでいけば OK です。あ、こうなるんだね。地下鉄の券売機の前まで来ました。タッチ決済使えないっぽいんでね、券売機で、切符というかトークン買いました。アリペイ決済 OK です。もう基本的に中国は現金いらないですね。アリペイだけで何とでもなりますわ。ちなみに料金は3元なんで、60円ぐらいかな、片道。ここから約30分ぐらいかかるんですけども、中国地下鉄本当安いんでありがたいです。では2号線の終点まで乗っていけば OK なんで、天津空港に移動します。ちゃんと漢字書いてくれてるんで、なんとなく日本人だったら分かるよね。こちらです、2号線、次の列車3分で行きますわ。天津国際空港ですね。快適な地下鉄で約30分天津空港に到着しました。では早速ですがターミナル向かいましょうか。北京とか上海と比べてだいぶ小さい空港なんで、人もねそこまで多くないはず。ちなみに国際線は第1ターミナルからの出発でいいのかな。でも国際線ターミナル本当ちっちゃいんじゃないかな。一応ね、東京と大阪にも JAL は出てないんですけども、春秋航空とか、あと天津航空とかが出てますよね。感じでちょっと古い感じはするけども、でもこれはこれで味があっていいんじゃないかな。ではターミナル向かいましょうか。もう今ね、出発の1時間40分前ぐらいかな。改札出てきました。奥にローソンがありますね。ローソン中国にも普通に進出してますけど、あんまり見ないかな。ローソンはファミマの方がなんかよく見る気がします。こっちは立ち入り禁止か。めっちゃガランとしてる。なんか大阪の北新地駅の近くみたい。なんか あそこもこんな感じじゃないですか。これ多分分かる人なかなかいないと思いますけど、北新地っぽいな。フライトスケジュールがこうバッと出てるんですけども、これは国際線も国内線も共用か。国内線はね、見てもらったら分かる通りいっぱい出てます。
いやこれないな、国際線乗ってないわ、国内線だけです。歩いていきましょう。第一ターミナルの行き方がね全然分からなかったんで、スタッフに聞いたらとりあえずエレベーター乗って3階に上がりました。で外に出て、第一ターミナル外出て奥に歩いていかないといけないみたいです。国際線がやっぱ少ないので、なんか国際線の扱いは結構適当というかね、メインは国内線になりますからね、まあ、仕方ないっちゃ仕方ないんでしょうけど、このまま道歩いていくと第一ターミナルに着くみたいです。分かんなかったらねすぐ聞きましょう、うん、それが一番いいです。ただあのインフォメーションの人とかだったらね英語通じるんで、中国でも。奥が第一ターミナルですね。普通に連絡橋もあるみたいなんで室内からでも行けるみたいですね。いやこれを見落としてましたわ完全に。まあ外から行こうが中から行こうが最終目的地は同じなんで問題ないでしょう。いや涼しいね、多分人によっては寒いと感じると思うんですけども、僕は結構暑がりなんで今の北京とか天津温度ちょうどいいなって思います。こっちが国際線か、一気になんか人の量が減りましたけども、大韓航空とかもねソウルに飛ばしてますね。ほんと近距離便だけって感じ。あでもあのセルビアって確かあったよね、天津セルビアってなかったっけ。あった気がするんだけど、これエグジットオンリーだよね、入れないわ。入り口を探しましょう、多分向こうだね。ターミナルの中に入ってきました。びっくりするぐらい国際線人がいないですね。まあ便数がないから当たり前っちゃ当たり前なんだけど、ここ到着フロアです。出発は上になりますね。おお結構綺麗じゃないですか。フライト時間どれぐらいなんだろう、2時間半とか多分それぐらいですよね。なんか微妙に長いのか短いのか、まあ、国際線としては短いけど、国内線の沖縄線にちょっと毛が生えた程度かな。あこれが国際線ターミナルか、なるほど。こんな感じになってます。 C で、あ AB もある、 ABC と3つありますね。人は全然いません。フライトスケジュールなんですけど、もう今日の国際線3つしかないんですね。今回僕が乗るのは一番上の14時35分発の日本航空840便名古屋行きで、その下はこれは春秋航空かな、であと1個下シドニーがあるんですね。シドニー行きが出てるんだ、それはちょっと知らなかったな。もう3便しかないということで、それは人少ないわな。今回名古屋行きに乗ります。 A の4から7がチェックインカウンターということで一番奥ですね。荷物の検査を済ませてからチェックインカウンターに行けるみたいですね。こちら日本航空のチェックインカウンターになります。今回機材ボーイング737、ビジネスとエコノミー2クラスですね。まあ、ビジネス737なんで大したことないシートなんだけど、今回僕はエコノミークラス乗ります。ただまあ JGC 持ってるんでビジネスクラス用例に使えるんですけど、エコノミーの方も誰も並んでなくていいですね、はい、ではちょっとチェックイン手続きしてきます。さっとチェックインが終わりまして搭乗券で発券してもらいました。今回非常口座席指定してるんでここでもらうんですね。非常口のお客様への案内、あとラウンジのインビテーションカードももらっています。日本航空です。45の K ですね。ラウンジあるんだ、あなるほど、ラウンジもしくは飲食店で90元分のクーポン、まあ、つまりだいたい2000円弱かなになるんだ。まあ、別にラウンジでいいかなと思ってるんですけども、どっちか選べるみたいですね。これいいね、こういうスタイル、うん、天津って書いてます。ちなみに1万2000マイルでビジネスクラスへのアップグレードどうですかみたいな置いてあったけど、737のビジネスなんでねフルフラットならないですし、普通のリクライニングシートなんで、まあ1万2000マイルはちょっと高い気がします。2時間半とかのフライトですからね。非常口エコノミーで取れてて今隣いないみたいなんで空席なんで快適に帰れると思います。ではこのまま中国出国して保安検査を受けて中入ります。中国出国して保安検査も終わりました。もう今の時間帯日本航空便しかないということで全然お客さんいないですね。の割には思ってたよりもしっかりしてますね。ターミナル昔はもっと国際線あったのかな、なんかすげえ課題設備のような気もしますけども、便数に関して対してね。ゲートも結構あるね、7、12、16本ぐらいゲートあるのかな、いやもっとあるわ、20本ぐらい多分国際線用のゲート用意されてると思うんで意外とすごいね。でああいった売店というか飲食店で2000円分弱の食事無料ですることできる、もしくはラウンジですね、まあ、今回はラウンジに行きましょうかね、うん、
なんかラウンジもね3箇所あって、ファーストクラスラウンジっていうのが2箇所、あとエアチャイナのラウンジも使えるみたいだけど、エアチャイナラウンジは今空いてないみたいですね。なので、まあ、このファーストクラスラウンジになります。うん、スターバックスもありますね。では行きましょう、ラウンジ。まだ搭乗開始まで1時間ぐらいあります。左にスターバックスがあるんですけども、その前にあるのがファーストクラスラウンジか、これか。めっちゃ仮設のラウンジって感じがしますけども、めちゃくちゃちっちゃいねこれ。え、これなら2000円分使って外で飯食った方がなんかいいような気もするけど、でも全然腹減ってないんですよ。もうさっき飯食べたばっかなんで、どうしよう。ちょっともう いやスタバで使う方がいいな、これ。スターバックスでも使えるみたいなんで、ちょっと迷うね。端っこの方に来たんですけども、あまりにも静かでね、ちょっと落ち着かないですね。逆に日本人の方もちらほらいるという感じかな。うん、これ多分全員がセントレア行き乗る人だと思うんで、そこそこ乗ってそうですね今日の便。まだわかんないけど、で結局なんですけど、スタバで使うのやめて VIP ラウンジ行きますわ。ファーストクラスラウンジね、まあ、せっかくなんで。ドリンクこんな感じ、水があってコーラ、スプライトで、あとピーチのジュース、オレンジジュースとかもありますね。一応アルコールも用意されてるみたいです。これコーヒーマシンか。で食事はねカップヌードルだけです。辛ラーメンがでもある、ソウルビンもあるんで辛ラーメン置いてんのかな。こんな感じですわ。まあ正直腹減ってないんで何も食べないです。機内食も出るんでね、ちゃんと。ラウンジの方出てきました。アルコールも何もなく、プライオリティパスで入れるってこと後から知ったんですけど、まあ、プライオリティパス持ってるんでね、スタバで使えばよかったな。こっちで2000円分使う方が僕はいいと思います。ではもう間もなくね搭乗開始なんで、ゲート前なんですけども、ゲート目の前ですからそんなに急ぐ必要もないですね。まあ、やっぱ天津はですね、そのトヨタの工場とかも あるんですよ。もう今もあると思うんだけど、その需要でしょうね。名古屋といえばやっぱトヨタですから、トヨタで出張される方が利用するんじゃないかな。まあ、見た感じね、日本人の方もやっぱちらほらいらっしゃいます。スーツ着ていらっしゃる方ね、おそらく出張だと思うんですけど、あとはやっぱ中国人の方も結構多いね。多分全体で見ると中国人の利用の方の方が多いと思います。今回の機材こちらはボーイング737のダッシュ800です。先ほどセントレアから到着して折り返しセントレア行きになります。ビジネスクラス、エコノミー2クラスですね。今回はエコノミークラス非常口で名古屋まで向かいます。103番ゲート前来ました。日本航空840便ですね。もうあと5分ぐらいで搭乗開始です。では優先搭乗で飛行機に乗っていきます。グループ1は誰もいなかったですね。グループ2で搭乗です。737のダッシュ800よろしくお願いします。国内線でも投入されてるからね、 JAL の737のインター仕様は。機内の方に入りました。737なんでエコノミー33のシート配置、今回45の K ですね。窓側非常口席になります。45なんだけども一つ前は22です。737なんで45列もありません。ちなみにここの座席に関しては事前座席、事前指定席ということで有料なんですよ、指定するの。ただしクリスタル以上のステータス持ってると無料で指定することができます。隣ね今日ブロックしてくれてるんで3席独占で名古屋まで帰れますね。まあ、2時間半フライのフライトですけど3席独占はありがたい。窓非常口なんで、まあ、足元はね当たり前のように広々してます。今ね CA さんから挨拶がありました。まあ、非常時はお手伝いお願いしますっていう挨拶ですね。ここにも入ってるんで呼んでおきましょう。ちなみになんだけども非常口に関してはコンセントありません。これちょっと残念だね。非常口席にのみコンセントないんで、コンセント使いたいんだったら非常口の指定はやめてた方がいいです。
ここ有料なんでね、僕はステータスあるから無料で指定できたけど、有料で指定してコンセントないっていうのはちょっと辛いですよね。足元の広さを取るかコンセントを取るかっていう問題です。モニターはついてますけども、 USB 充電も非対応ですね。14時25分ドア閉まったみたいです。まあ、ちなみに座席の上にはね何も用意されてなかったんですけど、今 CA さんが希望者にブランケット配ってますね。業務連絡です。客室乗務員はドアモードをアームドに変更し走行確認してください。ちなみに搭乗率なんだけど、思ってたよりも全然お客さん乗ってますね。もっとガラガラなのかなと思ったら、エコノミークラス7割弱は乗ってると思います。需要あるんですね、そんだけ天津線は。あと Wi-Fi はエコノミーでも1時間無料になりました、日本航空。これは本当に素晴らしい。離陸してからつなげてみましょう。モニターは今は真っ暗の状態で電源つきません。ようやくモニターがつきました。マジックシリーズのかなり古いやつですよね、これ。今時の飛行機と比較するとかなり小さいモニターです。まあ、いつもの日本航空の安全ビデオ。お、そんなこと言ってるとプッシュバック開始しました。ちなみにね、隣今気づいたんだけど、スプリングジャパンでしたわ。成田からの便、これ毎日運行してんのかな。滑走路の方に向かいます。こちらが天津の空港。めちゃくちゃでかいね。尾翼のところが消されてるけど、売却されたのかな。でも B から始まってるから中国の飛行機ですね。上海航空とかかな、わからんけど。そんなに便数もないということで、すぐ離陸できそうですね。皆様にご案内いたします。この飛行機は間もなく離陸いたします。シートベルトを腰の低い位置で緩みねじれのないようをしてください。ちなみにモニター多分これ使えないんじゃないかな。テーブルで、なんていうか、そのメニュー画面とか出ないんですよね。コントローラーを、安全ビデオは流れたけど。戻しください。アテンション all passengers, we will be taking off shortly. Please fasten your seatbelt tight and low, ensuring it is not twisted.滑走路の方に入りました。天津空港を離陸して名古屋中部国際空港に向かいます。ちなみにセントレア国際線利用今回初めてです。
してベルトサインの方は消えました。青空も広がっていますが眩しいので閉めておきます。ちょっとなんかボロボロですね。やっぱりモニターはね使えないですね。これうんともすんともなら電源をしても、一応これ今電源ついてるんですけど何も使えないので、僕のとこだけじゃなくて他の人のとこ見ても全部同じような状況ですね。一体このモニターはいつ使えるんですかね。もうそれか使えないようになったのかな。完全飾りです。で、まあ、今回非常口なんで、まあ、さっきも言いましたけどコンセントもないですし USB 充電もないんで充電設備一切なしですね。ちょっとなんか LCC に乗ってる気分なんですけど、まあまあ仕方ないわ、使えないものは使えないんで。で、まあさっきも言いましたけども日本航空は国際線エコノミーであっても Wi-Fi が無料になりました。 Wi-Fi はさすがに使えます。1時間だけね、エコノミー、プレミアムエコノミーの人無料です。ビジネスクラスだとフルフライトで無料ですね。1時間以上使う場合は有料での販売になります。つなげてみますわ、早速ですけど。お、今リセット入ってますね。やっぱ使えるんだ、普段は使えるみたい。もうちょっと待ってっていう前に今放送がありました。モニターは頑張って再起動を試みてますわ。で Wi-Fi には接続できたんですけど、どうやらね国内線の Wi-Fi になんか接続できたみたい。国内線の JAL Wi-Fi はスターリンク導入してるんで YouTube 見れるんですけど、ここにはね国際線では YouTube 動画視聴はできませんって書いてるんですけど、でも今 YouTube 繋がるんですよ。でしかもねエコノミーなんで1時間しか無料のはずではないんですけど、残り時間とかの表示も特に出なくて国内線の Wi-Fi が使えてます今。よくわかんねえな。まあ多分この飛行機普段国内線でバンバン飛んでるんでその影響かな。国際線の Wi-Fi の時の流れと全然違いました。まあ別にいいや、多分この感じフルフライトで使えそうですわ。リーフレット自体はね国際線も国内線も共用なんですけど、まあ使えたらいいですね。で今あの食事のサービス始まるんでおしぼりいただきました。相変わらずのエコノミーなんだけどビジネスクラスのおしぼりですね。でモニターの再起動はどうやらいけるのかな。まだですね。機内食の方が提供されました。機内食選択はできません。全員同じものが提供ですね。で今回なんですが中国発ということでチャーハンになります。これ右鶏肉ですね。めちゃくちゃ美味しそう。胡椒で炒めた鶏肉だそうです。野菜もたっぷり入ってますね。人参で、あと小鉢サラダになりますね。ポテトサラダでフルーツとデザートで茶そばもついてます。結構日本航空はエコノミーでも機内食は割と量多いと思うのでありがたいです。逆にこれ日本初だと資生堂パーラーとのコラボだったみたい。あの前回羽田からグアンチョウ乗った時食べましたけど、あれもめちゃくちゃ美味しかったですね。まあ、今回の機内食こちらになります。でドリンクは今回スカイタイムとあとは一番搾りにしました。他にもプレモルとあとスーパードライも選択できます。まあ、それ以外のドリンクのラインナップは今画像に載せている通りですね。非常に美味しそうな機内食。ご搭乗の皆様こんにちは。操縦室からご挨拶のご案内申し上げます。中部国際空港までご視聴いたします。機長の中島と申します。この度はご旅行お仕事に私ども日本航空をお使いくださいましてありがとうございます。一人先ほど中部航空の一番一線、あとモニターに関しては間もなく復活するみたいです。ただいまのところ中部空港へは定刻通り日本時間で午後6時20分前後の到着を見込んでおります。そうです、まあ、ゆっくり食べましょう。現在名古屋地方天気は曇り、いやお腹パンパンですわ。もうちょっと今日食後のコーヒーやめておきます。スカイタイムでお腹いっぱいなんで。機内食めちゃくちゃ美味しかったです。まあ、ここ最近のエコノミーの機内食では一番かな。やっぱ JAL いいね機内食で量もねすごくあるのでお腹いっぱいになりますわ普通に。素晴らしいと思います。で、まあ、そんなこと言ってると
モニターがね、どうやら復活したみたいです。マジック6ですね。リモコンで操作してるんですけど、まあ、映画の数はそれなりにあるのかな。コナンもあるし、感じになってます。なんとか復活してよかったです。フライトマップ見れるかな。ちょっとね、丁寧に扱ってあげないと。さっき起動しなかったんですけど、フライトマップは見れないですね。まあ、映画だけ復活したんでいいんじゃないですか。まあ、こんな感じ。 Wi-Fi はかなりスピード速いです。素晴らしい。映画見てもいいんですけども、まあ、残りフライト時間も言うて1時間半ぐらいなんで、まあ、今日はぼーっと過ごしますわ。まあ、やっぱり Wi-Fi が使えるっていうのはかなりでかいですよね、国際線で。ありがたい。到着する頃はもう18時とかなんで、多分日本真っ暗なんじゃないかな。どうなんだろう。今まだ明るいですけど、もう多分今韓国とかその辺飛んでんじゃないかな。あっという間ですね。外はほぼ完全に真っ暗になりましたね。ただいま時刻は17時30分、日本時間で。ここから先揺れが予想されるため、ベルトサインが点灯しますとさっき放送があったんですけど、今ちょうど着きましたね。もう確かに急に揺れ出してる。残り26分、若干装着できそうです。このまま多分着陸態勢に入っていくと思うので、電気もつきましたね。おお、結構揺れてるな。もうすでに日本の上空には入ってます。これから着陸まで揺れることが予想されます。残り10分ですが、今最終の着陸態勢に入りました。シートベルトを腰の低い位置で緩み、ねじれのないようお締めください。また座席の背もたれ、テーブル、足置き、個人用画面、コントローラーを元の位置にお戻しください。まもなくセントレアに着陸します。もう今車輪も下ろしてますね。セントレアも関西空港と同じ海上空港なんで、海の上に着陸するような形です。ドリームリフター止まってましたね。ボーイングのパーツを運ぶ飛行機。第1ターミナルに向かいます。皆様、中部国際空港に着陸いたしました。時刻は午後5時56
6分でございます。夜は寒さを感じるようになってまいりました。皆様、移動のお疲れが出ませんよう、どうぞお体を大切にお元気にお過ごしください。今日もワンワールドアライアンスメンバー、日本航空と上海航空、中国東方航空とのコードシェア便にご搭乗くださいまして誠にありがとうございました。着陸して1分でスポットつきました。近くていいですね。ということで合気しましょう。飛行機合気しました。天津空港から、2時間30分弱ですかね、今日は装着しましたけども、名古屋中部国際空港に到着です。さっきも言いましたけども、僕中部空港を国際線で利用するのは初めてなんですよね。なので、今回は出国エリアというのは見れないですけども、到着までどんな感じの動線なんでしょうか。このまま日本入国します。この飛行機は明日の国際線とかになるのかな。今セントレアは JAL の国際線は今回利用した天津が週2便と、あとホノルルが週5便で、上海便も確かあったはずです。この3路線とあと台北かなが飛んでますよね。これ4路線になってます。動く歩道がちゃんとついてました。これがあれかな、国際線の出発のエリアなのかな。制限エリア内だと思います多分ね。350メートルって書いてたんで、そんな遠くないですね。いつかセントレアから出国ってか JAL 乗りたいですね。国際線、台北線かハワイ線。今回は到着の方に進みます。セントレアで国際線から国際線乗り継ぐ人ってどれぐらいいるんだろう。さっと日本入国して税関も通ってきました。今ね、ちょうどホノルルからの便が到着したみたいで結構人多かったんですけども、日本人ね、自動化ゲートとかも使えますから入国はサクッとできます。こんな感じですね。到着便はソウル、ソウル、ソウル、ホノルル、天津、日本航空便並ぶんですね。で、台北、香港、台北、ソウルということで、やっぱアジアが多い。セントレアですかね。あ、もう9時台が最後なんだ。これも JAL 便ですけども、その次は明日の朝まで到着便はないという形です。こんな感じですね。国際線の到着フロア出たところです。最後動画は上の出発のフロアで締めましょうかね。やっぱ東京大阪ベースだとね、なかなかセントレアを使う機会って正直ないんだけど、セントレア自体はすごく好き。いい雰囲気ですよね。羽田空港のなんか第3ターミナルと雰囲気似てますけども、どちらかというと羽田空港の第3ターミナルがこのセントレアをねイメージして後から作られてるんで、結構好きな感じの作りですね。本当羽田の T3 とめちゃくちゃ似てると思います。出発フロアですけども、この後国際線も国内線ももうそこまで便数ないと思うので、空港内は全然混雑はしてません。朝とかがやっぱ混むんじゃないかな、セントレアっていうのは。24時間空港なんで空港泊ももちろん可能の空港です。出発のフロア上がってきました。先ほども言いましたけども、ここから先便はあまりないということで、セントレア今は結構閑散としております。ちょうど目の前が日本航空のカウンターですが、この後ホノルル行きがあるみたいで結構お客さん並んでらっしゃいますね。今11月なんですけども、ハワイ行かれる方って多いのかな。やっぱなんかあんまホノルルってなんか閑散期とかってあんまないですよね。こう年中混んでるイメージなんですけども、 ANA はセントレアからの国際線というのは何もないんですけども、日本航空はさっきも言いましたけども、ホノルルと天津、上海、台北、この4路線を運行しています。ハワイ唯一直行便から名古屋からだとになるので、利用される方も多いのかなと思うんですけども、はい、ということで本日はですね、中国の天津から日本航空使いまして名古屋まで帰りました。日本航空の天津線に関しては東京、羽田、成田、大阪はありません。もう唯一このセントレアから週2便だけ今飛んでるということで、利用者はね、正直思ってた以上にいました。もっとガラガラなのかなと思ってたら全然そんなことなくてね、7割以上の搭乗率はあったと思うので、なかなか好調な路線なんじゃないかな。一応週2便しか今運行されてないんですけども、利用者が増加っていうのが見込めたら増便するってこともあると思うので、皆さんぜひね、天津便使ってみてください。なかなか使う機会やっぱないと思うんですよ。今中国って日本人基本的にビザなしで入るのね、乗り継ぎぐらいしか無理なんで、ただ仕事で乗られる方っていうのはやっぱいらっしゃるんだなっていうのは今回思いました。機内食もめちゃくちゃ美味しかったです。今までしょっちゅう飛行機ね乗ってますけども、ここ最近のエコノミーの機内食では一番美味しかったんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、快適にね、2時間半あっという間非常口でしたけども、737の非常口に関してはコンセントがない、 USB 充電もないってことだけはね、覚えておいてください。足元の広さ取るか、コンセント取るかどっちかですね。
はい、てなわけで今回の動画はですね、この辺で終わりたいと思います。今回日本にはですね、2日しか滞在しないんですけども、まあ、2日間ね、日本滞在を楽しもうと思っています。はい、次回からちょっとヨーロッパ編が始まります。またよろしくお願いします。ということで今回の動画はこの辺で終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。